パン合同会社の和樹です。私は教育隊終業後、護衛艦出雲に航海員として乗船しました。その後、広島呉の海上自衛隊第一実家学校航海課程に入校し、終業後護衛艦霧島で勤務しました。航海員としては手旗発行気流信号により自衛艦同士または商船とのメッセージ交換並びに艦の操縦・後方装置を取り扱い艦の運航に携わってきました。4月からアマゾンに入社し半年今に至ります。私が再就職をしてやりがいを感じていることはオペレーションを管理することです。日々毎日変わった物量で人員のわけなんですけど、その中でも決まった時間内にオペレーションを終わらせなければいけないので、自分より年上の方やまた違った価値観のある人でもどうやったら自分の考え伝わるのかなっていうことを日々模索して、最終的にはお客様のことを第一に考え、日々改善を重ね自分自身成長できることに非常にやりがいを感じます。私は自衛官で学んだ政教即応の精神が非常に役に立っていると感じています。アマゾンで働いていく中で柔軟に行動しなければいけない場面が多々あります。例えば即応の部分だと、荷物を積んだ幹線トラックの到着が遅れた際にすぐに働いている方々の配置変更をして、その時間を取り戻して時間内にオペレーションを終わらせなければいけないので、そういった柔軟に対応しなければいけない部分が非常に即応の部分、また生協の部分では日頃から働いている方に指示を出す際に、やはり人間なのでこういう作業したくないなって思う方もいるかもしれないので、日頃からのコミュニケーションで土台を作って自分の指示に従ってもらえるように行動しているというところが生協の部分になっているのかなと感じています。アマゾンジャパン合同会社の石田です。私は梶木さんの上司でアマゾンジャパン鶴見デリバリーステーションにてシニアエリアマネージャーとして勤務をしております。梶木さんは我々が最も大切にしている地球上で最もお客様を大切にする企業であることというビジョンのもと、お客様に正確に商品を届けるためにオペレーションの観点からできることを模索し続けてアクションを取っていただいております。またオペレーションをする上で我々が最も優先すべき安全について常に考えて行動していただいており、安全ポスターの掲示や朝礼での注意喚起、また作業される方と安全に関して積極的にコミュニケーションを取っていただいて、周りを巻き込んでチームとして何ができるのかを考えていただいており、デリバリーステーションの中でも常に重要な役割を担っていただいております。2021年度から開始した採用プログラムでは現在合計7名の方にご活躍いただいております。自衛官の方々は規律を重視しつつ常に様々なシチュエーションを考えて主体的に動かれている方が非常に多いと感じております。そのため企業職場として想定外のイレギュラーが発生した時も冷静に対応できている方が多いのだと考えております。企業が大切にしているビジョンや考え方をすぐ理解し実践できるため大いにご活躍いただけると考えております。私は自衛官だった自分を誇りに思っています。自衛官だった経験があるからこそできること乗り越えられることがあります。自衛官の方は民間企業で自分は通用しないとネガティブに考えている方ももしかしたらいるのではないかなと思っています。ですがチームで動く力、対応力など民間企業の方が必要としている考え方をすでに備えている方が非常に多いと思います。
自衛隊に対しての印象は様々かと思いますが、自衛官であったことへの価値を見出し採用へつなげてくださると光栄です。